皆さんこんばんは、バチコイ将軍こと前野智明です。よろしくお願いします。いやよかったです、間に合わないかと思いました、ねはい、去年の最後まで試合見てるからいけない。いやちょっといろいろあったんですよちょっといろいろあったんですよ。まあ ね危なかったですけど、ね、危なかったです、まあ、去年の5月以来のまあおよそ1年ぶりでございます。ああそんな経ちますか、もう何気にそうなんです。すげえ。はい、でなんか先日開催したラビットパーティー全6番組対抗痛いワニ対決で金生が同率ですけど1位だったらしくて、あそんなことやってたんですか。やったんです。ご褒美として、なるほど、うん、今日はなんか豪華なおつまみ苦いがあると。苦いって鳥さん食えないやつじゃないですか。僕は貝だと思ってるけど、多分鳥さんが貝と思ってねえやつだと思う。だから最初この台本を見た時に、うん、やったなと、なんてことしてくれる、バカにしてんの、バカにしてんのかと、やりやがったなと、俺食えねえのに、何年やってんだと、もう12年やってんだぞ、こっちは。俺はやってしまった、さすがに覚えると。やった、これはやったよ、これ、うん、なんで覚えてねえんだと。貝ですもんね、鳥居、ね、さん貝ダメですもんね。あ、もう出ちゃった、あ、悪い。ネタバレしとるから、早い、すぐ出ちゃった、早い、まだボケてる途中でしょうが途中だよ、まだこの子がボケてる途中でしょうが。アワビ、アワビですか。だからアワビならば苦いって書くからいけない。まあね、肉の煮込みって書けばよかった、まあ肉じゃない、まあね、まあ肉ですね、まあ、信玄アワビとかいろんな言い方します。山梨とかでね、うん、あの名産でございますが、ね、まあだから好きなお肉です、はい、いやおじゃあ食べられるやつですね。むしろ好物です、ご褒美だ、やった、はい、よかったです、ちゃんとご褒美でよかった、うん、よかったですよ。マルさん今日当たりの時に来ましたよ。あ本当ですか、うん、精神的にはちょっと落ち込んでるかもしれません。いや、まあ、ジャイアンツ負けましたからね、うん、でも好きな、趣味のお話をしながらお酒が飲めてお金ももらえる。最高かよ俺とか取れたら今日戸郷をビンビンに褒める気満々。おーやった、ね、すごかったですね。そっかすごかったね。戸郷はいいピッチャーだ。あれはいいピッチャーになりましたよね。覚醒した気がする。わしが育てた戸郷はわしが育てたよ。もう戸郷世代ですよ。戸郷世代。戸郷は僕があの2軍戦で、はい、あの始球式やらせていただいた時に先発で投げられてたのが戸郷選手で、おその頃から僕目をつけてた。なるほど。ジャイアンツの4番も前野さんがね育てました。僕 の、 あのダイヤのエースの始球式の時に、はい、初めて僕が始球式を投げた球を取ってくれたのが岡本選手でしたからね、はい、その次の日に岡本選手は2軍にだそれはもう、まあ、2年目とか3年目とか、ね、そう前野さんからのメッセージですよ。まだまだだぞお前は。そう覚醒する前ですからね。力をつけて這い上がってこいって、ね、下半身を安定させろと。 その2、3年後覚醒されてね、うん、もう今不動の4番ですよ。立派な第89代目4番バッターね。WBC でもいいところで打ちましたからね。決勝ホームランじゃないですかってね、あれはね、もう、あそうですね、アメリカ戦はね、あれはマジで絶妙なタイミングで打ちましたね、うん、いやー WBC マジ熱かったWBC が何なのマジで、みんな見たでしょ WBC が。ずっと面白かった。野球に興味ない方もみんな見たでしょ。あれはあのうちのお母ちゃん野球興味あんまないけど朝起きるじゃん。おほらほらほら、そうだから見ちゃったっつってた。いや熱かったマジで。そうあれはね、でなんか久しぶりにあのあれお母さんが女の子になってるっていうぐらいもう翔平大谷に夢中になってましたね。やっぱ翔平がやっぱね女性の目になってしまいますよね、うん、翔平は母を女に変えますね。あの息子を見る目ではない、異性を見る目な泣いちゃうよ。だってあんなのメキシコ戦のあのヘルメットぶん投げて走ってる姿見たらブワーってなりますよ。こっちの方が早いと思ったあれはね。俺あのスラムダンクで小暮が3ポイントを湘南戦あの両南戦で決めた時と同じぐらい感動しました。彼も3年ぐらい自分よりも練習してきた、あなたってはいけなかったって田岡監督がモノローグで言ってるのと同じぐらい感動しました。あの名称がね、名称が誰よりも努力してきたっていう、あのクールな男が侮ってはいけなかったってみんな思ってるだろうなと思いながら、いやいい試合でしたよ。夢見させやがって小暮さん見させるようなこと言うなよ、ミッチーにせんでしょそれぐらい感動した、ミッチーね、それぐらい感動した。いやでも、ね、今日のこういう話でもいいですからね、うん、本日あのメールテーマがやっぱり野球が好きというか、はい、じゃあ早速ですメールちょっといいぞ、読みましょう。今日は多分すごいいっぱいメール来てるんだと思いますよ。本当に野球のメールかな、みんな。でも俺知ってんだよ、ここのリスナーも野球に興味ねえのそうでもないですよ知ってんだ本当に。でもお構いなし俺たちが喋ってるだけなんですよ、よくない本当本当どっちがあれか、メールをちょっと試しに読んでみましょう。試しに読んでみましょう。すごい、はい、これはサーポンさん、はい、鳥海さん、安本さん、前野さん、こんばんは。こんばんは。WBC すごかったですね。おー、すごかった、うん。まるで漫画やドラマのようでした。野球に疎い私でも知っているようなスター選手が勢ぞろいで、はい、毎試合テンションが上がりました。うんうん、大谷くん、納得の MVP でした。全試合を通してお三方が印象に残っているプレーや感想があったら教えていただきたいです。ちゃんと名場面だらけだな。ちゃんと野球のお話ですね。うん、私は、うん、初戦の中国戦の、はい、ヌートバーの初球ですね。ああ、初球ヒット。あれで乗った気がする。ね、ヌートバーよかった。ヌートバーも息子に欲しい。いい息子ですね。達治欲しい息子に。達ちゃん。
いい子だよ多分。タツジ絶対いい子、うん、明るいし。ママが大好きだからね。一生一生懸命だし。ママ明るいですしね。いつか日本代表でプレーしたかった、ね、9歳の時にもう誓ったって言ってましたね。3年後出てくれるんじゃないですか。まだ20代ですよ、ねえ、うん、まあ、あの一応アメリカ代表でも出れる資格はあるんですけど、日本代表で世界一を取ってしまったんで、次は次の、うん、ヌートバーがいねえって。いやでもなんか大谷選手と約束したらしいんで、ヌートバー選手はなんか時計返さなきゃいけない、時計、そう、おしゃれなことしてるからね。でも大谷翔平のもとに時計が送られてきて、次は私はアメリカ代表。いやいや、そんなことないですけど、テリブルみたいなことが起きる。日本代表だと思ったのにお前っつってババーンっつって、確かに手塚お前って、まあ、国籍的になんで外国なんだよ。まあ国籍は向こうですからね、まあね、まあ、代表権は向こうにあるんですけど、まあでもだからどっちをね、うん、そうですね。でも楽しみですよ。次でまだ28とかだから、ね、まだ若いですから、うん、ただなんか、まあ、マイケル・ジョーダンばりね、ダッシュしてやるときに下出しながらスライディングって取るってのが、それなんでですかって、出ちゃうんだって言ってた。ピッチャーでもいるじゃないですか、うん、出ちゃう、出ちゃう、ね、ねえ、場面ばっかりだったな。そうですね、でもその大谷のそのヘルメットも、ね、メキシコ戦ですね、どうですか鳥さん、印象に残ってるの。いっぱいあるな。でもそう、やっぱね、正直日本ラウンドは、うん、絶対負けることないなと思って見てたんですよ、正直ね。あの多少リードされても割と先生とかもあっておっと思いましたけどね。いやでもね、今までも中国に負けそうになったりとかあったんですよ、はい、台湾に負けそうになったりとか、ね、でもそこから奇跡のね、井端のヒットとかね、昔あ、ありましたね、うん、そう、鳥谷ここに走るの最後、おお、強さだぞって、そう、鳥谷走ったって、あれ激アツでしたね。あ、懐かしい、あれ、いや、めっちゃ紙一人だったから、あれちょっとマジ泣きそうになった、あれ、ね、あれ紙一人だったよ、あれは。そういうのもあるんでね、だからあれですけど、やっぱりね、吉田正尚のあの同点ホームラン、スリーランですか、メキシコ戦の。 あれはだって本当に打点をすからね、一番あの試合だけじゃないですか、追い詰められたの。そうです、ね、負けるんじゃないか、 やべえと思いましたもんね、うん、7回くらいでしたもんね、確かね、7回か後半ですもんね、7回裏かなんかに追いついて、あのライトスタンドのポール直撃のホームランですよね。そう切れるかな、しかも打球速かったしね、あれも。そう、いや、吉田選手すごかったなと。吉田選手はやっぱね、うん、レッドソックスでも4番打ちますよ、ね、しかもちゃんとバースケ打ってますからね、味方になると。ちょっとね、ちょっと打率はあんまり良くないですけど、最初は良かったんですね。そうそう、最初すげえ、だから結果でいきなり出したから、まあでもまだ始まったばっかですね、大丈夫です。まあここからアジャストするんでしょうけど、まあ天才バッターですね、吉田選手がだって打てなかったら、現状の日本に今いるバッターは誰も打てないですよ。そうでしょうね、一番日本でいいバッターですよ、まあ、もうね、最高峰のバッターですからね、うん、あと村上様も覚醒しましたね、最後の最後で、ね、そうですね、まああれはなんか勢いで、だから、うん、僕はあとは岡本が決勝のホームラン打った後のベンチでの村上選手とのハグですよ、うん、帰ってきた時に、うん、師匠と、ね、よかったですよね、あのベンチのあそこ映されてたじゃない、うん、あれが良かったですね、なるほどね、うん、シャンパンファイトでも一緒に飲んでました、掛け合ってましたから ね、うん、ね、師匠師匠アベックホームランっつってね、そう、一人だけ二十歳の子が、ね、飲めないっていう、ヒロト高汁、すげえいいピッチングしたんですけど、あれは世界に見つかっちゃいましたね、うん、そう、だからピッチャー陣はみんな名場面ですよ、うん、確かにすごかったですよ、ピッチャーすごかった、あとやっぱその日本ラウンドで声出しがある程度解禁になって、うん、ね、うん、いや久々にその山田選手の大応援歌をテレビ越しですけども聞けたっていうのもすごく嬉しかったですね、うん、やっぱね、やっぱみんなあれ言いたかったんですよ、山田哲人ってやつ、うん、分かる、夢と続く道ですね、応援歌歌いますから僕、卓球団だけど、そのぐらい慎重してるんですよ、ジャパンだから ね、ジャパンだから今スタジアム行けば歌っていいわけですか、いやでもまあ今はヤクルトのね選手でありますから、そうですよ、今忘れちゃならね、一塁ダイソー周東の速さ早かったね、大谷で追いつきそうだったって、まああれはでもね、大谷は余裕で、あと、まあ、できるからね、大谷はちゃんとあの着地、うん、ね、ボールの、ね、そう見なきゃいけないっていうところでしたから、三塁コーチャーも一瞬迷ったけど回したっていうのが、後ろがみんなコーチャーだったから、うん、みんな回してましたね、うん、あれは早かった、本当にまさにね、うん、伊達点でしたね、そうだからやっぱチームとして今回は良かったんじゃないですか、もう全員が機能してましたよ ね、うん、ね、そうだから、うん、キャプテンのようなダルビッシュと、ね、うん、自分の調整は進められなかったんだけども、うん、その分他の人たちに全部気を配ってやったっていう、ね、素晴らしい、でもあれはイチロー選手に昔言われたからですよ、イチローがやってたんですもんね、九州から全部ね、やれよ、そうだから大変だったんだなって言ってましたよね、うん、ダルビッシュ選手もね、イチローさんは昔大変だったんだなと、そういう意味では史上最強の選手が揃ったっていう言い方を最初はしてましたけども、いや確かにそうなんですけど、そういう技術的な面とかだけではなくて、そうですね、その
人間の集合体としての最高最強のチームだったんじゃないかな。心技体がまさに揃ってましたね、うん、今回のね。ダルビッシュもキャンプの初日から来てましたからね。そうですね、うん、みんなに何も言わ聞かれたこと全部教えるっていう、うん、まあね、あの鈴木誠也選手とか残念でしたけどね、うん、でもね、うん、鈴木誠也選手もあのユニフォームちゃんとユニフォームちゃんとあってね、ヌートバーを頼むっつってね、うん、あと村上をちゃんといじるっていう、ちゃんとねインスタあれは愛がありましたね。インスタでいじってましたけどね、うん、いやーよかった本当に、ね、いや素晴らしかったですね、うん、じゃあ続いていきましょ う、うん、しょう。皆さんこんばんは、はい、WBC 本当に盛り上がりましたね。よかった、うん、野球は妹が三浦大輔投手、お春選手がいた頃、私は佐伯選手が好きでした。だいぶ CB 結構前じゃない、いた頃のベイスターズが好きで、15年ぐらい前ですか。まだ DNA の前ですね、多分。なる前ですね。なる前か。一緒にファンカンに行ったことがあります。おファンカンか。ガチなファンだ。最近はあまり野球時代見てなくて、WBC を見て久しぶりに野球で白熱しました。大谷選手の勝利が決まった時の帽子とグローブの投げ方がとても印象に残ってます。ね、でも一郎選手だったらやんないですよ。道具を大事にしない。そうね。まあ感極まっちゃったからね。もちろん。あれはでもね、ちょっと諸説あるんですよ。大谷選手が投げたのは。あのみんなやっぱわーって来るから、うん、足元に落とすと踏んでしまって危ないっていう説もあって、だからあえてみんなのことを思って大事に持ってる道具を投げた高速球でね、そう結構ありますよ。ビューン投げてたしがね、あのね道具を踏んで怪我とかされないようにっていう、うん、それはありますけどね、うん、三浦大輔、まあ、監督ですね今はね、ベースター、ベースターとかね、僕同い年なんですよ。あのリーゼントのね、そうです、かっこいい番長です。番長、ブログに載る自撮りがいつも同じ画角でおなじみの、いやいや新日本プロレスにも上がってましたからね。そうですね、懐かしい、すごいチーム2000だっけ。そうです、長野さんと一緒に懐かしいガチなファンの方ですもんね。そうなんです、だからね、うん、僕は同い年の、うん、まあ、子供の多い世代なので、うん、同い年でベストナイン組んだら相当強いですよ、昭和48年度。だってノリさんとかもそうじゃないですか。サードはノリさんそうかですよね。そう、まあ、ちょっと問題ありますけどね、まあ、イチロー選手も問題はないです。本当ですか。問題はないです。契約さえしなければ問題はない。契約しても問題はないです。いい方ですよ。ファーストはガッツですよ。あー、小笠原、うん、小笠原好きだった。いっぱいいるんですよ、ね、もう侍とはまさにあの人です。でもね、ファースト松中ってのもありなんですよ。ああ DH にしようかな。まあでも趣味も安定してますけどね、松中さんはね。そう、でも工藤監督にはちょっとハマってなかったですけどね、最初。しょうがないですね、うん、いっぱいいるんです。なるほど、確かに世代ですね、ゴールデン世代ですね。自分の世代でプロ野球選手の代表あのベストナイン作ったら面白い。確かに、ちょっとやってみようか。いやでもあんまドンピシャ世代そんないないんだよな。もう粒だらけですか、粒揃いですか。イチロー選手もいますしね。そうか、やばいですよ。後でちょっと調べてみよう、ね、俺も後で調べてみよう。ちょっとメール、はい、もう一個メール行こうかな。はい、あずずさん、はい、私の応援してる、あいいですね、北海道日本ハムファイターズ、うん、はい、先月新球場できました。おですか。そうだ、私はオープン戦は2回ほど観戦して、あ、すげえ、よく取れたね。行ってみたい。俺もここは行ってみたい、うん、選手の距離がとても近く感じました。まあ電車の駅がねまだできてなくて大変ですけどね、うん、交通の便などが改善すること多いと思いますが、ぜひお三方にも来ていただきたいです。行きたい、ファイターズガールのキツネダンスもとても可愛いなどおすすめです。バズってましたね、うん、いやあそこだってボールパークでしょ、うん、で今なんか渋滞とかがちょっとすごいんだよね、うん、なんか交通の便がそこまで今だ ね、ま、だ便利ではないとは聞きましたけど、道路も1本からそうそう、うん、まあ本当は間に合うはずの電車がねちょっといろいろあってできなかったんですけど、うんうん、そうだからあそこでもほら宿泊もできるんで、そうそうそう、だからボールパーク、リアルボールパークですからね。だから我々と行くんだったら一泊して空いてる時間に出るのが一番いいですよ、ね、うんうん、良さげな球場ですけどね。ホテルとかもいっぱいあるし、ね、やっぱりそう松田もそうですけど、うん、あの天然芝とかのそうですよ ね、 あいいすね。広島球場は僕一回行ったけどワクワクしますやっぱ、うん、ねえ、うん、ズームズームスタジアム、そう、あれもあれもちょっとこじんまりしてるけど、うん、やっぱでも市民球場が本来だから、はい、まあ元々そうですよね、うん、広島市民球場、新幹線から見えるしね、うん、市民球団だったし、うん、本来、いや今もでしょ、今も市民球団か、なんかその街感がすごくて、うん、いいね、俺ね、これはみんな近所にやったら好きになるよね、うん、昔ね、なんだろう、スターメンの時かな、なんかキャンペーンでね、うん、広島行った時かな、スターメンだったと思うんだけど、前乗りでそれぞれの時間で行ったんで、はい、行った時に新幹線降りた時にちょうど当時マツダスタジアムね、うん、で試合終わったタイミングですっげー集団と勝ち合いまして、なるほどなるほど、あのうわなんで人並みにっていうそうそう、ちょうど試合終了のあれでね、まあ、暑いですからね、あそこの ね、 ね、ファンの方々です。各球場のおすすめのご飯やパフォーマンスあります。ご飯球場わかります。東京ドームだったら、まあ、ドームでドーム何食うの正解なの。坂本ハヤト弁当ですか。ハヤト弁当。坂本ハヤト弁当は何ですか。坂本ハヤト弁当はほぼ茶色ですけど。
でも大体みんな茶色なんですよ、ハンバーグ、唐揚げ、エビフライとか、ボリューム系でしょ、みんな。それ好きですけどね、でもね、うん、まあ弁当は大体坂本隼人弁当ですね、僕は。そうっす、あとはなんだろうな、高梨さんとかなんかね、ちょっ と高梨キッチンでね、いろいろ考えたやつがありそうですけどね、うん、亀井さんのお弁当もね、現役の時はよくいただきましたけど、なんかヘルシーな感じ、イメージですけどね。いや、亀井さんも結構茶色いですね。あ、ちゃんと茶色いです、茶色いです。男の子弁当、男の子弁当です。大体みんなそうなんですけど、うん、まあでもね、今東京ドームキャッシュレスになったんで、全部、あ、いいですね、もう、いいですね。逆に現金がもう使えない、使えないですよ、逆に。あ、でもまあもうその方が早いしね、うん、こっちも楽ですもんね。そうなんですよね、だから結構スムーズになる。売り子さんもそうですからね、今ね。ビールもそうです。あ、そうなの。そうです。今ビールの売り子さんみんな可愛いんでしょ。みんな可愛い、昔からだよ。どうしてそんなため息昔からなんですけど、まあ、みんなもう大変な、やっぱ大変なお仕事だと思いますけどね。だって、ね、最初だって何十キロよ、ね、何キロあるんでしょうね、あれ。10リッター以上入るでしょ、うん、あれって多分。もちろん入るでしょうね、うん、だからその分ですよ。売り子のお姉さんがキャップをかぶるんじゃなくて、キャップを半分ぐらいにこうペコンと巻いてって、ここをピンで止める、ね、あれ何、ね、何かは知らない何かは知らないけど、何かは知らないけど、女の子はサンバイザーのが可愛いんじゃないかな。あ、サンバイザーもいいな、ね、うん、そういうのもあるんじゃないですか。あの帽子を謎につけるあれ何と思って見た目ですよ。可愛さですよ。やっぱね、ホームランとか打った時はね、買いたくなっちゃうんですよね。ついつい気分良くなってね。多分推しの人とかもいたりするんでしょうね。まあ、全然いますよ。だって必ずあの人じゃなきゃ買わないって。全もう常連さん全然いますね。うん、だからメーカー、このメーカーのビールが好きなんじゃなくて、その女の子が好きですよ、うんうん。キリンでしか買わないとかね。楽しみ方はね、人それぞれあっていいと思いますよね。そう、まあ、やっと球場にも活気戻ってきましたからね。声出しができるね。ね、WBC きっかけにどんどん盛り上げてほしい。はい。はい、うん、これは1回もう1つ行く？まだいける？じゃあ行きますか。はい、うん、前野さん、はい、私は明日会社の後輩ちゃんと共に巨人阪神戦を観戦しに行く予定です。来たぞ。つきましては、はい、特にこの選手に注目して見てくれという選手をご教授いただけませんでしょうか。あ、そんなの選手の全員に決まってペアというお気持ちは重々承知しておりますが、はい、あえて推薦するとしたらどなたでしょう。私も後輩ちゃんも野球好きですが、前野さんにいろいろご教授いただけましたら、より一層楽しさ倍増で観戦できると思いますので、わがままなお願いですいません。また前野さんがご存知の東京ドームで抑えるべき内緒のスポットや売店のメニューなど、内緒のスポット、お話をこんな範囲でいただけますと嬉しいです。なるほど、ね、あ、そうですね。ありますか。まあ、やっぱ売店もそうなんですけど、うん、まあ、選手でいうと、はい、まあ、あの今年からね、ジャイアンツに復帰した長野選手で、結構試合出てますよね。出てますね。代打で今日も出ましたけれども、うん、あの長野選手の特に応援歌っていうのが非常に人気が高くて、はい、やっとその応援歌を5年越しにまた歌えるぞと、る帰ってきた長野選手の応援歌が、はい、これはね、球場がすごく盛り上がる瞬間なんで。ちなみに予習しとかないと。あ、おー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 、せーの、おー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 、君よこの歌と君よこの声に今共鳴を起こそれそれそれ蝶の一筋貫く夢のバンドを飛ばせ蝶の放て蝶のおおおおおおい、ここまでかっ飛ばせ蝶のいい、ね、まで覚えていくと、はい、もうバチッバチッ、いいですね。伝説の応援歌ですから ね、 いいですね。この現役の選手が応援歌欲しいって言ったら、蝶の選手のような応援歌が欲しいとみんな口を揃えて言うぐらいの、一番盛り上がる、ね、一番盛り上がる、うん、この伴奏がある応援歌ってなかなかないんですよ。なるほど、ね、岡本選手もあるんですけど、入り口から盛り上がるしね、はいはい、 そ、 ううん、だそこはぜひ覚えてほしい。長野選手はなんか、まあ、よっぽどの試合展開じゃない限りは多分出番はあるでしょうね、うん、であまりにもその応援歌を長野選手の打席で歌いたいっていうファンが言うんですよ、うんうん、でも長野選手って早打ちなんで、すぐおーおーあーみたいな感じでもう打っちゃってしまうわけです。最後まで聞けない、歌わせろ、もう少し歌わせてくれっていう声が長野選手の耳にも入ってるっていう情報があるぐらいファンが実は歌いた い、 歌 い、 たい、そうゆっくり入ってもらいたい。長野選手はちゃんとね、僕早打ちなんで、そこはちょっと許してほしいっていう、ね、逆にどうしてると思いながら早めに歌い出すんだよお客さんが。もう最長野って分かれば、だから最近、昨日もそうだったんですけど、ええ、長野選手が昨日甘い球を1球見逃したんですよね、初球を。そうだから俺もしかしたらそれ気にしてるの
いつも通りだったら絶好球だわけ。そう、いや、あの甘いあのシュートを長野選手見逃すわけないって昨日見ると思ったんですけど、長野選手で試合決めてたんじゃないのかもしれないですけどねもしかしてもうそれが頭によぎったんですよね。なるほど。